脂身長男クッキング。はい、今日はね、敬愛する、久住正幸先生のレシピでありますツナトーストをね、作りたいと思いますね。ツナトーストね、まあ大体できればいいというね。好きでね、久住先生ね、本当にあの孤独のグルメもいいんですけど、僕はエッセイの方が好きですね。一人家飲み通い飲みなんていうのを愛読書にしておりまして、まあ、あれは何十回読んだかわからんすね。まあそんな中にね、ツナトーストでウイスキーの水割りを飲むっていう話があってね、それを読んでたら妙にね、食べたくなりまして、作ってる次第でございます。これぐらいでいいかな。うん、半分でいいや。1個は多すぎるな。で、本当はね、玉ねぎもね、水にさらした方がいいんでしょうが、僕はこのまま料理します。まあそれもまた一興かなと。まあ単にめんどくさいだけなんですけどね。多いな。正直半分でも多いな。はい、もうめんどくさいんで水にさらすのはやめた。時間がないんでね、かみさんとせがれを車で迎えに行かなきゃならないんで、もうこのまま使います。シーチキン合わせます。これコープのシーチキンか、初めて使うな。あ、これシーチキンって書いてるけども、最近の流れでね、カツオですね。マグロじゃありません。ビンナガではなくカツオです。まあまあ仕方ないか。本当はね、マグロの方が気分なんですけどね。ああ、これはあれだ、完全に分量間違えたやつですわ。うん、シーチキンこんだけですからね。玉ねぎ多すぎるな。これあのツナサンドじゃなくて玉ねぎサンドだ、これじゃね。まあ何でもいいか。おっさんの昼下がりの遅い昼ご飯なんて何でもいいよね。これはね、油ごと入れます。これは水煮か、オイル無添加、水煮か。はい、これをね、グリグリと混ぜ合わせます。やっぱりな、水が出るな。でもこの水はね、マヨネーズによって中和されます。これをね、目が痛い。マヨネーズをおらら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 、入れすぎだろ、ね、あえます。トーストね、出来上がった、久住先生はね、焼いたトーストに挟んで作ってらっしゃったけど、僕は玉ねぎ生だしね、乗せてから焼いてオープンサンドスタイルで食うかな。久住先生はあの塗って、トーストに乗せて、もう一枚のトーストで挟んで、で切って食べてらっしゃいましたね。これにこのね、レモンピール&ブラックペッパー、これをね、もうたっぷりと。ただこれ自身はね、塩がね、含有率が少ないんで、たっぷり振ったようでしょっぱくはなりにくいんです、非常に。うん、こんな感じかな。ですからそこに塩もね、ちょっと振っちゃいましょうね。これはピンクヒマラヤ岩塩ですね。よし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 、まあ下味はこんなもんでいいかな。玉ねぎから水が出ますね、なんかね。最終的にこの水は入れないようにしないとダメかな。はい、ネタができました。これをね、パンに挟んで食べていきましょう。成人病がどうしたって言わんぐらいの量を塗ります。これがね、溶けてね、真ん中ぐらいまで染み込んでいくのが一番好きですね。本当はバターでやりたいんだけどね。うん、で、まあ、その表面がね、焦げるのもまたいい。うん、本当はあのこれぐらい塗って焼き上がったところにもう一回塗ってやろうかってぐらい好きだったんですけど、お袋にえらく怒られましてね、
塗りすぎだということで、でもそういうのがうまいですよね。まあこれぐらい、もうちょっとかな、端から端まで満遍なくね、満遍なくかってたっぷりとこう塗ったら、とりあえずね5分ぐらい焼きましょうかね。である程度焼けてからこれを乗せて、さらに焼きたいと思います。はい、いい感じに、トーストが解凍されて焼けてきましたので、ここらでね種を乗せて焼いていこうじゃありませんか。OK、 オイペッパー。 OK、 じゃあねこれをさらに焼いていきます。はい、できました。あっちあっちです。じゃあねお昼ご飯、遅いお昼ご飯、もう午後3時45分、いただきます。の前にもう一枚食べるんでね、先仕込んでおきましょうかね。いただきます。うまそう。あー、いい匂いしてる。ではいただきます。うん、あ、うまい、うまい。はい、今から車乗るんでね、お酒飲めないんで牛乳でいただきます。うん、玉ねぎね、全然辛くないですよ。焼いた効果もあるのかもしれないですね。ちょっとだけですけどね。うん。2枚目のね制作に入りましょう。おい、ペッパーね、レモンピール&ブラックペッパー&ソルトかけまして、これアレンジします。ででん、スライスチーズですね。これを乗せまして、あ、失敗した。これを乗せて焼いていこうというわけですね。はい、できました。2枚目です。チーズがいい感じに熱々にとろけてます。では続けて2枚目もいただきます。まあちょっと贅沢ですね。ではチーズのとこまで口が届かなかった。うん、変わらずうまい。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。